おはようございます。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習数学、今日は政府の数の情報の2回目、算数以上の積について復習します。3つ以上の数を掛け算する場合、その計算の中に負の数がいくつあるかによって答えが正になるか負になるかが決まります。計算式の中に負の数が偶数かある、その場合にはその積の答えは正の数になります。また掛け算の中に負の数が奇数かある場合、下のような場合は、答えはマイナスになります。それから式を書くときには式の途中に出てくる負の数には括弧をしておきましょう。こうしないと掛け算なのか引き算なのかよくわからなくなってしまうからです。では実際にこの2つの式で答えが正になる負になる、これを確かめてみましょう。上の式の中にはマイナス5とマイナス6のように負の数が2つ入っています。偶数個ですからこの答えは正の数になるはずですね。マイナス 5×2 でマイナス10、マイナス 10×マイナス6ということで正の数60になります。さあ下、マイナス9、マイナス3、マイナス10、負の数が3つ、つまり奇数があります。ということは答えは負の数になるはずですね。ではマイナス 9×マイナス3、これプラスの27になります。27×マイナス10、プラスとマイナスを書きますから負になりますね。マイナスの270になります。このように偶数個の掛け算、負の数が偶数個ある式の掛け算は正の答えに、奇数個ある掛け算は、答えが負になるということがこれで分かりました。では実際に例題でやってみましょう。今日の例題はこの3問です。ここで一度ビデオを止めて、皆さん計算してから続きを見てください。さあできましたでしょうか。さあじゃあ3つの式を実際にやってみましょう。最初の式はマイナス2かける6かける3でした。負の数が1つ、奇数個ですから答えは負になりますね。マイナス2かける6、マイナス12、マイナス12かける3で、マイナス36です。次の式は 5× マイナス 4× マイナス9でした。 5×4=20、 マイナス20、マイナス 20× マイナス9でプラスの180になります。はい、次です。今度はマイナス3かけるマイナス2かけるマイナス6かける5です。さあこの式の中にはマイナスの数が1、2、3、3個あります。ですから答えは負になるはずですよね。では実際にマイナス3かけるマイナス2プラスの6、6かけるマイナス6マイナス36、36かける5、マイナスの36かける5でやはりマイナスになります。今こうやって順番にやってきたんですけれど、なるべく簡単に計算する場合は
この部分とこの部分を先にやると簡単になりますよ。マイナス2かける5がマイナス10ですね。と3と6マイナス同士をサブ6、18プラスの18かけるマイナス10、そうすると180、マイナスが3つありましたからマイナス180。こんな風に簡単に計算することもできます。ちょっと工夫して計算する努力もしてみてください。では今日はここまでです。ではまた次の機会に。